こんにちは、ハワイトーコナです。さあ、ここはどこでしょう。右側のこれはどこでしょう。コンドミニアムの名前がポンと出てきた方は素晴らしい。今日はアリービラに来てございます。ちなみにお隣はショアーズですね。ちょっとアパートメント風な、はい、ここに303、これかな私。まあいいや、何しろここにあるかちょっと見に行きましょう。3階かな。はい、今回の物件はこちらでございます。3階最上階、網戸ドアになってますね。綺麗です。網戸ドア新しくなってるし、おここのところにこれわざわざこれプラスチックプレキシガラスつけて強化してますね。強度をつけてて、これも新しいしいいですね。網戸ドアは必須ですよ、必須で。ご覧の通りね、もうバリバリバケレンでございます。このユニット非常に魅力的なのが、まず短期バケレン、ライセンス付き、家具付き、そしてね魅力がいっぱいあるんですけれども、このサムソンのピカピカのウォッシャーとドライヤー、しかもフルサイズ。よくね、あのこのちっちゃいのあるじゃないですか、これいいですよね。あとね、よくユニット入ってすぐ右手にベッドルームとバスルームがあるとき、あのレイアウトのときはね、ドア開けるともうガンってぶつかるんですよね。これ全然ドアがぶつからないし、見てください、美しくリノベされてます。これね、ピカピカですよ。綺麗なタイルに、バスタブはね多分オリジナルかなと思うんですが、月額の管理費もね$692と、これハワイと粉にしては比較的はい、お抑えめでございます。大きさはね615スクエアフィートあります。57平米ぐらいでしょうかね。ここドア開けても平気ですもんね。あの向こう側にベッドルームがあるレイアウトだと、あのトイレに入るときドア開けるとぶつかるんですよ。あ、うるさいですね、外でなんかやってる、ごめんなさい。うん、収納もたっぷりね。この置いてあるものがもう超バケレンですよね。いいですね、バケレン用のこの色といい。ここねエアコン取り付けできないんで、こういうポータブルのエアコンつけてるんですよね。あー、掃除してくれてるんですね。まあ仕方がない。かわいいじゃない。 Life is a beach。明るいですね。しかもね、音がちょっとうるさくてすいません。あ、やみましたね、やんでないというわけでね、こちらがベッドルームでございます。どれぐらいかな、6畳7畳ぐらいありそうな感じです。でフルサイズのウォッシャーとドライヤーがあって、かなりこれリノベしてますね。ここに、まあ、この支柱どかすわけにいかないんでしょうね。こちらがリビングとキッチンエリアになります。どうですか、素敵じゃないですかね。え、海っぽい。これはパントリーかな。いろいろ収納がありますね。給水器付きの冷蔵庫に、うわーこれ綺麗ね、すごい綺麗な石、後ろも全部綺麗にリノベされています。ソフトだと思います。ビンゴーね、 This is バケレンですよね。あの上がちょっとチカチカして見えると思うんですけど、これあのちょっとカメラの関係ですね。実際にはこうポワーンと青っぽくなってるだけです。消せると思うんですけどね。電子レンジと大型のオーブン、フルオーブン、これもねピカピカですね、綺麗ですね。でここのね、カウンターが広いと、もうここでご飯食べられますよね。この辺にねちょっと椅子置いて、あれ食洗機がない、ないね、ないですね。まああんまり大きな問題じゃないっちゃないと思いますけど、
このこれ私個人的に好きですね。はい、いいですね。これ家具付きです。全部家具付きでの販売になります。ちょうどいい大きさでとってもキュートなキッチンだと思います。あとね、このように、カウチ、それから、まあ、インテリア、もろもろすべて、テレビも何もかもこれ販売に含まれます。キッチン側から見るリビング反対側こんな感じですね。わー、住みたいな、こういうところ。ちょうどいい大きさですよね。とっても使いやすそうだと思います。こちらがリビングで、角部屋いいですね。角部屋でこちらがラナイ、ラナイもね、綺麗に同じお揃いのフローリングになっています。これもね、全部家具ついてくるんです。アウトドア家具も綺麗ですよ。ご飯ここでいいですね。ここでいいと思います。っていうか、わー、これ好き、これ好き、ほら、かわいい、こういうの好きです。誰も聞いてないかもしれないですけれどね。それでこう緑がね、とっても綺麗で、ファンもついてて、夜ここでね、晩ご飯もいいし、カクテルもいいし、あとでちょっとプールの方までまた歩いていきますけどね。ほら、なんとオーシャンビューなんですよ。あそこパーシャルオーシャンビューでございます。はい、というわけでね、このね、ちょうどガーデンに面した角部屋でいいですね。このトーチもついてて、これ夜すごい素敵な感じになると思います。ムードが。こちらの物件はですね、ワンベッドワンバスで、フルリノベ、短期バケレン可能、ライセンス付きでございます。計算忘れました、失礼。51万と9000ドルでございます。ちょっと計算しつつ、プールの方行ってみましょう。こちらが先ほどのユニットね、ガーデンビューだからこっちの方かな。51万9000ドルは日本円換算忘れてました、失礼してございました、大変申し訳ない。あの辺りですかね、あっちの方だと思うんですけど、日本円換算ですとおよそ8200万円でございます。ちょっとね、あのバーベキューのあたりに行きましょうかね。そこ好きなんですよ私で、ね、私の好みは誰も聞いてないと思うんですけれどもね。ここ来るとどうしてもこうなんかおば散歩したくなりますね。ここプールでございます、ね、プールもいい感じで、バケレンにも最高です。ここがすごいですね。ちょっと聞きづらかったら申し訳ない。うわ、風すごい、真っ青でも海だ。ここです、ここね、ここがバーベキューグリルね、いいもの置いてますよね。あの支度をするこうテーブルとかもあるし、24名だまでだって。すごいね、24名、ね、3時間マックス、ね、で掃除撤退9時までに徹底しろと。いいですよね、これね、こういうのが あるのとないのと全然違うじゃないですか、ね、この設備すごい、なかなかいいと思います。ほら、これも綺麗だし、ね、全然綺麗ですよ、ピカピカ。はい、というわけで今日はね、こちらのアリービラからお届けいたしました。それではまた。